えと今回は2020年8月にデザインカッツから提供されていたこのサウスガールというフォントについて説明をします。ここにサンプル画像がありますけれども、文字に穴がある、模様があるっていうのが特徴になります。で、フォントなので、まあ、ここに OTF とか TTF っていうのが支給されていました。で、これがサンプル画像なんですけれども、もう穴が開いてるっていう ことで、あの、普通に SVG ファイルとして出力しても NG、ブレンダーで NG になるというのは分かってるんで、もう、これは JPEG ファイルとして出、処理した方が、確実に OK になります。で、チャートで説明すると、今説明した通りで、まあ、2種類の、えー、フォントがあります。で、OTF で、えー、 パソコンに、えー、インストールをしてフォームを作ります。で、8000×8000 ピクセルで、えー、このように、えー、フォームを A から Z の文字小文字、あと0から9、あとスペシャル文字として、えー、シフトキーを押した時の特殊文字ですね。ちょっと見にくいんですけれども、それを使って、あとフォント、あるいはタイプグラフィーでこのように、あの、独自のフォームを作ります。 で、もう、直接、えー、アフィニティデザイナーから JPEG ファイルとして出力をします。で、私の方でもうすでにある PHP でコーディングをしましたプログラミングに、プログラムによって JPEG から SVG ファイルを作ります。で、その後、えー、ブレンダーでインポートをして、えー、厚みをつけたりすると、 特に問題なく 3D にすることができました。で、これが結果ですけれども、えー、黒い部分がないので基本 OK なんですけれども、こういう感じで、えー、フォント、えー、フォントの文字からこういうふうに 3D にすることができました。こういう感じですね。 はい。ということで、今回の説明は簡単ですけれども、以上になります。